皆さん、こんにちは。女子アナウンサーといえば、清楚かつ礼儀正しく真面目に職務に全うするイメージが強いですが、不倫や突然の結婚などのスキャンダルもあります。今回は女子アナのスキャンダルをランキング形式でご紹介していきたいと思います。12位、田中萌さん、生年月日。1991年6月29日、勤務局、テレビ朝日。2015年にテレビ朝日に入社した田中萌アナウンサー。とても可愛い容姿で注目の新人アナウンサーでした。入社した2015年には情報番組グッドモーニングのアシスタントとして抜擢されました。しかしこの番組で共演をしていた既婚者の加藤太平元アナウンサーとの不倫が報道されてしまいました。これにより番組を降板してしまいます。今後が危ぶまれましたが、2017年に苦悶学園鬼教師太田と委員長田中と芸人30人の物語で復帰することができ、テレビ朝日に現在も勤められています。11位、堤礼実、生年月日。1993年11月23日勤務局、フジテレビジョン。堤礼実さんは2016年にフジテレビに入社しました。当初から美人なアナウンサーということで注目を集め、目覚ましテレビアクアのお天気キャスターにも抜擢、フジテレビのアナウンサーとして活躍されています。そんな堤あやみさんですが、読者モデルの彼氏の存在が報じられました。お相手は藤田トムさんではないかと言われています。しかしアイドルのような人気の堤さんにとって、若い読者モデルとの熱愛報道はイメージダウンとなってしまったようです。その他にも夜遊びがあり、素行の悪さが問題となった堤礼実さん。そのことが原因で朝が早い目覚ましテレビの番組に遅れてしまったことがあるようです。これが事実なら、プロのアナウンサーとして自覚が足りないですね。10位、竹内由恵さん、生年月日。1986年1月20日竹内由恵さんは2008年にテレビ朝日に入社しました。入社後は速報甲子園への道や矢部地 FC 日本サッカー応援宣言といったスポーツ番組で活躍されました。しかもその可愛い容姿から女子アナウンサーの中でもトップクラスの人気を誇っていました。その一方で、野球の片岡康幸選手からプロバスケットボールの田臥勇太選手の他に、サッカーの香川真司選手といった主にスポーツ選手との熱愛報道が後を絶ちませんでした。スポーツニュースを担当していることや、この可愛さからどうしても噂は立ってしまいますよね。実際の真相は分かりませんが、現在は医療関係者とご結婚をされ幸せになられた竹内さん。お相手は医師の可能性もあるということです。2019年9月には退社をされ、フリーアナウンサーとして活躍されています。9位、早川美奈さん、出身校山梨大学工学部機械工学科。早川美奈さんは NHK 山梨放送局に所属し、山梨県のローカル番組まるごと山梨のキャスターとして活動していました。清楚で明るい雰囲気で地元の人からも親しまれるアナウンサーでした。しかしそのまるごと山梨で共演していた既婚者の斉藤貴信アナウンサーとして不倫をしていることをフライデーで報道されてしまいました。もちろん2人とも降板し、早川さんは NHK を退社され、斉藤さんは現在 NHK に残っているということです。早川真美さんは NHK を退職後からは情報がないので、一般人として生活をされているのだと考えられています。大きな不倫の代償となってしまいましたね。8位、岡村真美子さん、生年月日。1984年1月26日岡村真美子さんはウェザーマップに所属されており、主にお天気情報のアナウンサー、お天気お姉さんとして活躍されていました。岡村真美子さんはこのお天気にちなんで星がついたステッキを持たれていますが、これが魔法ステッキのようだということで魔法少女と言われていました。その他にもピアニストとしても活躍されているということで、清楚な雰囲気から7時28分の妹とも呼ばれ、人気の気象予報士でした。そんな人気気象予報士としてこれからという時期に同じくウェザーマップに所属をし、既婚者であった佐藤大輔さんとの不倫報道が報じられました。
これを機に2人とも降板し、またウェザーマップも退職されました。現在はピアノ講師として活動をされているという目撃情報があったようです。7位、郡司恭子さん。生年月日1990年6月26日、勤務局日本テレビ放送網、フジテレビのアナウンススクールに通われ、大学卒業後は日本テレビに入社されました。入社後はジップやおはようなど日本テレビの看板番組に出演されています。2014年にスポーツ紙にて同じく日本テレビアナウンサーの佐藤義郎さんとの交際報道が報じられました。お二人とも独身なのでそこまでスキャンダルではなさそうなのですが、やはり同じ曲同士というのがネックのようです。交際中は二人が一緒に出ないようにや、破局後も対応が難しくなるからだそうです。しかしその後二人は破局され、佐藤義明アナウンサーは同局の石川南アナウンサーと結婚されました。6位、笹川ゆりさん。生年月日1990年9月5日。笹川ゆりさんはもともと AD としてテレビ局の仕事をされていました。その後まさかのアナウンス部転属を果たし、異例の AD アナウンサーとなった方です。その後フェンシングのオリンピック元日本代表である太田雄貴さんとの熱愛が報じられると大きなスキャンダルとなりました。理由は笹川さんが美人で人気アナだったため、衝撃が大きかったようです。しかしそんな世間の反応は気にせず、2017年にめでたくご結婚されました。5位、三浦あさみさん。生年月日1987年4月10日。勤務局日本テレビ放送網、元気で明るく清楚なイメージが強い三浦あさみアナウンサー、現在でも人気の高いアナウンサーです。しかし一時期ヒルナンデスで共演をしていた関ジャニの横山さんとの交際が噂されました。しかしその後音沙汰もなく、本当にただの噂だっただけかもしれませんが、ジャーニーズ事務所のアイドルとの熱愛報道には当時ジャニーズファンから批判をされてしまいました。その後は俳優の中村智康さんとご結婚をされ、多くのファンに祝われました。4位、牧野由美さん。生年月日1990年1月18日。職歴、静岡朝日テレビアナウンサー、フリーアナウンサー。牧野由美さんは同志社大学のミスキャンパス同志社2010に選ばれるほど可愛いルックスで、フジテレビ入社後も期待の新人として目覚ましテレビに出演されました。しかし現在牧野さんはアナウンサーを辞められています。そして株式会社アプリボットに就職し、広報を担当され一般人として生活をされているようです。アナウンサー当時写真週刊誌フライデーに不倫をスクープされてしまいました。またキス写真やベッド写真も流出してしまいます。お相手はパティシエの吉田森秀さんという噂があるようですが、実際のところはわからないようです。その後牧野さんは報道を全否定し、その後もしばらくはテレビ出演が続きました。しかしイメージはかなりダウンしたせいか、番組を降板されました。3位、下平さやかさん。生年月日1973年2月12日。勤務局テレビ朝日。下平さやかさんは1995年にテレビ朝日に入社しました。女性初のヤジウマプラスの司会など人気を誇っていました。そんなアナウンサーとして手腕を発揮していた下平さんですが、別のあだ名が共演者キラー。なんと共演した中居正広さんや内村光良さんとの熱愛が報じられました。そのためジャーニーズ事務所からは共演 NG を出されてしまったんだとか。そして現在の下平さやかさんはというと、プロ野球選手として活躍されている長野久義さんとご結婚されています。2位、泉舞さん。生年月日1984年2月11日。勤務局 TBS。 2006年に入社された泉舞さん、なんと入社1年目から山本萌奈さんから引き継いでニュース23に出演していました。また現在も TBS の看板番組のバラエティや情報番組に出演されています。入社して2年目ほどの泉舞さんと噂になったのが、報道記者として活動されていた白畑正一さんです。
しかしこの白畑さんとの過去の恋愛が、2016年に白畑さんが万引き容疑で逮捕されたため掘り起こされてしまい、泉さんの評価も下げてしまいました。また泉さんは2010年にとある会社の社長とお付き合いをされており、その際外でキスをしている場面を写真週刊誌フライデーに激写されてしまいました。このことでかなりこっぴどく上層部からお叱りを受けた泉さんですが、またもや道端でキスをしている場面が激写されてしまいました。しかしその後も活躍をされ、2023年春には早稲田大学院経営管理研究科を修了し、経営学修士を取得したことを報告されました。1位、秋元由里さん、生年月日1983年10月25日勤務局フジテレビジョン、2006年4月にフジテレビに入社されています。今までに報道2001や FNN スーパーニュース、滝川クリステルさんから引き継いだニュースジャパンなど報道番組でご活躍されてきました。そんな秋元由里さんは2012年にジャーニーズの生田斗真さんの弟でもある生田竜聖アナウンサーとご結婚、2013年にはお子さんをご出産されました。しかし2016年に秋元さんとフジテレビのプロデューサーとの間のダブル不倫が報道されました。実はこの報道の前から秋元さんと生田さんは別居されていたようですが、まだ離婚が成立していなかったようで不倫に当たりました。しかもまたもや同局の人とのスキャンダルがされ、フジテレビも頭を抱え込んでしまったんだとか。2018年4月に生田竜聖さんとの離婚が成立した秋元さん、しかしお子さんの親権については双方かなり争われたようです。日頃からイクメンとして知られていた生田竜聖さんと、絶対子供だけは渡したくないと言った秋元由里さんとの間で戦われたようですが、しかし親権はよっぽどの事情がない限り母親が持つとされているので、親権は秋元由里さんが獲得した模様です。いかがでしたか？今回は女子アナのスキャンダルをランキング形式でご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。